この世界でこうしていると SAO でのことを思い出さない？初めて一緒に夜を過ごした時のことか？うん、あの時は緊張したな。でもいい思い出だよね。そうだな、あの時からいろんなことがあったな。うん、でも私たちの関係は変わらない。それにこの緊張もね。そうだな。もうなんで笑うの？いや、可愛いなと思ってさ。でも君だって顔真っ赤だからね。そうか。俺も緊張してるみたいだ。どれだけ一緒にいようとこの緊張はなくならないのかな。そうかもしれないけど、悪いことじゃないだろ。いつまでも新鮮な気持ちで二人の時間を過ごせるんだからさ。この世界でもこうした二人の時間をたくさん過ごしてくれる？もちろんだよ。たくさん思い出を作ろう。キリト君、この世界でもどこ。よう、アスナ。おい、アスナ。なんだ、キリト君か。びっくりした。なんだよ、考え事か。勇気を探していたの。もうすぐテストだから勉強をしようと思って。追い込みの時期か。でもまだそんなに焦らなくても大丈夫だろ。一夜漬けのタイプ？それじゃあテストはできたとしても頭に残らないよ。その通りなんだよな。テストが終わった瞬間からいろいろ忘れていくよ。あ、それより勇気のことだよな。一緒に探そうか？え？でも。いいって、アスナが心配そうな顔をしているからさ。私そんな顔してた？ああ、二人の方が早く見つかるかもしれないしな。うん、わかった。なかなか見つからないな。なあアスナ、何か悩んでいることがあるんじゃないか？え？そんなことないよ。それならいいんだけど、何でも相談に乗るから言ってくれよな。ありがとう、心配してくれて。うん。あ、向こうにいるの勇気とストレアじゃないか？ちょっと変かも。こっちの丸い花を外側に向けたら。それじゃあまたモンスターフラワーになっちゃうよ。モンスターなんかじゃないのに。ごめんごめん。でもだんだん形になってきた気がしない？
うん、でももうちょっと綺麗に作りたいな。二人で何やってんだ。行ってみよう、アスナ。ううん、戻ろ。え、戻るって？邪魔しちゃ悪いから戻ろ。どうして声をかけなかったんだ。やっぱりあるんだよな、悩んでいることが。私はそんな。何を我慢しているんだよ。アスナが悩みを抱えているなら、俺はそれを支えてあげたい。強いアスナも弱いアスナも、どっちも俺が支える。この前も思ってたことなんだけどね。うん、私勇気に負担をかけているんじゃないかなって。ストレアさんと一緒にいる時の勇気はとても楽しそうにしているでしょ。でも私と勉強をしている時の勇気は悩んだり張り詰めた表情をしているの。だからもしかしたら勇気にプレッシャーをかけちゃっているんじゃないかと思って。アスナ、勇気は優しい子だから頑張るって言ってくれるけど、多分そんなこと言ったら勇気は怒ると思うぞ。え？勇気がグローブを返して学校に通えるようになった時、すごく嬉しそうにしていただろ。学校に通うことが叶った今、学ぶことも遊ぶことも全部を本気でやろうとしているんだよ。楽しいだけじゃなく、苦しいこともひっくるめてさ。だから勇気にとってアスナは大きな支えになっているはずだよ。そうなのかな。勇気は何事にも一生懸命だってアスナが言っていたじゃないか。その一生懸命に応えてあげようぜ。うん、ありがとう。やっぱり優しいな君は。心配させちゃってごめんね。私勇気の支えになる。勇気のこと大好きだから。ああ、はい、どうぞ。アスナは来てる？あ、いたいた。私？うん、アスナにお願いがあるんだ。あのさ、今日も勉強を教えてほしいんだけど、いいかな？最近ちょっと伸び悩んでたんだけど、気分転換もできたから、これからまたバリバリ頑張ろうと思うんだ。え？ほら、大丈夫だろ。うん、そうだね。ん？どうしたの？ちょっと怪しいな。あ、もしかしてお邪魔しちゃった？違う、そんなことないよ。それより勉強よね。もちろんいいよ、教えてあげる。やったー、アスナ先生よろしくね。うん、一緒に頑張ろうね、勇気。さーて、それじゃあ私はまた差し入れを買ってこようかな。ストレア、アスナはもう大丈夫だよ。うん、見ればわかるよ、さすがだね。心配してくれてありがとうな。
やだな、別に私は何もしてないよ。それでもありがとう。じゃあどういたしまして。よう、ストレア。キリト、ナイスタイミング。これからパーティーをしようと思ってたの。準備、手伝ってくれないかな。パーティー？うん、みんなテストお疲れ様パーティー。そういうことか。ユウキや俺たちもようやくテストから解放されたからな。ごめんね、本当は一人で準備しようと思ったんだけど、あれこれ用意してたら間に合わなくなりそうで。いいって、手伝うよ。みんなで盛大に盛り上がろうぜ。うん。はあ、満腹だよ。今回一番の主役なんだから遠慮するなって。リズたちに、みんなの方がむしろ遠慮してやれよって感じだったよな。ここでは太らないはずだけど、5キロくらい体重が増えてる気がする。パーティー面白かったね。次はテストの採点が戻ってきた時にやろっか。じゃあそれまでにお腹を空かせておかなきゃ。テストの出来は上々だったんだろ。うん、アスナが教えてくれたんだもん、当然だよ。そんなことない、ユウキが頑張った結果だよ。うん、僕が頑張れたのはアスナやストレアがいてくれたから。私も、僕のこと心配してくれていっぱい遊びに連れて行ってくれたんだよね。わかんない、私はみんなが楽しくなればいいなって思っただけだもん。だとしても僕はすっごく嬉しかったよ。そっか、ならよかったかな。アスナも僕に付き添って勉強を教えてくれて本当にありがとう。アスナじゃなきゃ僕こんなに頑張れなかった。勇気、真剣に僕の勉強を見てくれたでしょ。だから僕も真剣に取り組めたんだ。それでね、実はアスナに渡したいものがあるんだけど。フラワーアレンジメントか。私たち華道部だもんね。アスナは僕のために一生懸命頑張ってくれたよね。だからテストが終わったらちゃんとお礼が言いたいなって思ってたんだ。受け取ってアスナ。私のためにこれを。うん、嬉しい、ありがとう。こちらこそありがとう。アスナ喜んでくれたね。よかったなアスナ。うん、すごく綺麗。作っても爆発したみたいになっちゃったもんね。あーこら、失敗した時の話はいいよ。
あ、今この瞬間ってすっごい青春じゃない？青春か。確かにそうだな。やっぱり青春っていいね。あったかい気持ちになるもん。うん、もっともっと青春したいね。青春はまだ始まったばっかりだよ。みんなでいっぱい青春しようよ。ここまで来たからシリカの店を覗いてみるかな。よ、シリカ、どうかしたか？あ、キリトさん、今日はどうにも売れ行きが悪くて。なんでも向こうの通りで新しく肉まん屋さんがオープンしたらしいんです。へえ、競合店ってやつか。私も呼び込みしてはいるんですけど、やっぱりあまりお客さんを集められなくて。仕方ないって。新しい店がオープンとなればその時ばっかりは客も流れちゃうよ。ですよね。やっほー、シリカ、店の調子を見に来たわよ。おう、リスカ。お店の調子ですか。実はですね、向こうに新しい肉まん屋がオープンしたんでしょ。知ってるわよ。なのであんまりこっちの肉まんが売れなくて。まあ普通はそうなるわよね。けどシリカの肉まんが美味しいのは間違いないし。そうやってあぐらをかいていた結果、新しい波に飲み込まれた人を何人も見てきたわ。ゲームの中のショップなのにそんなに厳しいのか。ゲームの中とか外とかは関係ないわ。利用する人は同じ人間だもの。確かに。リズさん、どうしたらいいでしょうか。そうね、ここは一つ体を張るしかないわ。シリカ、あんたにできる？体を張ること。体を張るですか？不安もあると思うけど、私も協力するから。あ、わかりました。私、お客さんを呼ぶために頑張ります。よく言ったわ。早速準備するからついてきなさい。はい。何をするつもりなんだ。さあいらっしゃい。ジューシーで美味しい肉まんですよ。あの、肉まんですよ。美味しい肉まんはいかがですか。カレーまんもありますよ。この装備、肌の露出が多すぎます。ほら、照れてる場合じゃないでしょ。もっと笑顔で呼び込み。ほらほら、笑顔が硬い。
なんでバニー衣装なんだ。たまたまモンスターからドロップしたのよ。しかも連続で2つ。別に私が着る理由もないし、誰かにあげようと思ったままだったのよね。まさかこうして役に立つ日が来るとは思わなかったわ。さあシリカ、どんどんお客さんを引き寄せるわよ。はい。肉まんいかがですか？出来たてで、あったかで、ジューシーです。お、あの子たち可愛いな。肉まんのお店だって、買ってかない？すみません、一つください。集まり始めたわ。この調子で頑張るわよ。はい、リズさん。やりましたね、完売です。しかもあっという間に。商売にはインパクトも大事ってことね。さすがリズさんです。ありがとうございました。やっぱお店っていうのは一人でやるには難しいことが多いのよ。私も新しく看板を作ったおかげでより前向きな気持ちでいられるようになった。あんたとシリカ二人には本当に感謝しているわ。出過ぎたことを言ったと思っていたから、そう思ってくれるなら。私もリズさんに憧れてお店を始めましたけど、ですけど皆さんが支えてくれたから、肉まん、そして肉まんを売ることでお客さんも笑顔。お店というのは温かい気持ちが人から人へ連鎖していくものなんですね。人と人、信頼を築けば気持ちは伝わっていくのよ。なあ、店っていうのは単純にいい商品を売り買いするだけじゃないんだよな。そうですね。よーし、より多くの人に肉まんを食べてもらうよう頑張ります。ええ、一歩ずつ頑張りましょう。気持ちの連鎖、特にリズとシリカは今回それこそ本当の姉妹のように強い気持ちを。この二人ならきっとその温かい気持ちを多くのプレイヤーに振りまいていけるはずだ。難しいんだよね。大丈夫大丈夫、ゆっくり覚えよう。勉強か？二人とも熱心だな。だってもうすぐテストだもんね。あのね、実は僕も SAO 機関車学校のテストを受けることになったんだ。へえ、そうなのか。だからこうしてアスナにテスト勉強を見てもらっているんだけど、やっぱ勉強って難しいね。でも勇気すっごい頑張ってるよ。何事にも一生懸命だもんね。自分で受けるって言い出したからには全力でやらないと。アスナとは学年が違うから別のテストを用意してもらえるんだって。なるほど。勇気のテスト範囲ってどこら辺なんだ？あ、今見せてあげるよ。国語はこのページか。おお、結構広いんだな。でも勇気は国語が得意だよね。うん、こう見えても読書家だもん。
あれ？誰か来たみたいだよ。誰だろうな。どうぞ。やっほー！みんな何してるの？あ、よう、ストレアか。やっほー、ストレア！今ね、アスナと勉強中なんだ。勉強？今度テストを受けることになったから、アスナに教えてもらっているところ。へえ、面白そう。面白い？辛いだけだって。それは日頃からちゃんと勉強をしていないからだよ。正論すぎて言い返せない。ダメだよ。学生たるもの、日々勉学に精進しないと。なんてね。心がけます。学生ってみんなで勉強したり運動したり遊んだりして過ごすんだよね。いいなあ、私も学生してみたい。授業とか厳しいわよ。平気平気、私勉強得意だもん。その答えはルート3。正解。あ、本当にすごい。一瞬でわかるんだ。こう見えても私、演算は得意です。そんな特技があったのか。って考えてみたら、ストレアは AI だから演算が得意なのは当たり前じゃないか。で学生になれるかな。学生どころか先生になれそうな気がするけど。先生も面白そうだね。でも今なりたいのはみんなと同じ学生かな。ストレアがクラスメートなら楽しそうだよね。クラスの男子が黙ってなさそう。なんで俺を見ながら言うんだよ。女子高生姿のストレアはきっと綺麗だよ。女子高生か、いい響きだね。いい響きかどうかはちょっとわからないけど。あー、女子高生してみたいな。勇気が言ってたように、形から入ってみるのはありなんじゃないか。形？ってこと？うん、そうそう。待て、普通に考えたらここに制服なんてないか。裁縫スキルがうんと高ければ制服みたいな服も作ることができるんだけどね。 ALO では私がみんなに制服を作ってあげたよね。けどさすがに今ここでは作れそうにないかな。何をすれば女子高生を体験できるかな。学生だから、例えば青春っぽいこととか。知ってる！河原で殴り合うやつだよね。なんだよその例え。それは男の子の青春のイメージかな。恋愛とか。恋愛か、なるほど。ん？俺をじっと見てどうした？だって恋愛でしょ。ここに男の子は一人だし。他には友情とかもあるよね。友情、友達ってこと？一緒に遊んだり、時には助け合ったり。なんかそれ、パーティーメンバーみたいだね。
実際そうだと思うぞ。みんなで共通のことをして思い出を作ったりしてさ。ねえ、それなら勉強の息抜きにみんなでクエストでもやらない？じゃあやろっか。友情を深めるって意味も込めて。友情を深めるってなんかすごく青春っぽい。もちろん君も付き合ってくれるよね。あ、特に何もないし付き合うよ。よし、それじゃあ一緒に青春。よし、行こう。はあ、なかなか手ごわかったね。でも楽しかった。みんなで協力して楽しめるクエストだったでしょ。うんうん、まさに青春だね。よかったね、ストレアさん。それじゃあ町に戻ろうか。あ、見て見て、向こうに綺麗な湖があるよ。わあ、本当だ。ねえ、あそこで遊んでいかない？え、もしかして湖に入るってこと？もちろん、みんな行こう。あ、おい、本当に飛び込んだよ。ストレアって面白いね。よし、僕も。ちょっと勇気。冷たくて気持ちいい。水が透き通ってて綺麗だね。勇気、行くよ。えい、やったな。よし、僕だ。俺たちも行こうぜ、アスナ。これも青春ってやつだろ。なるほど、これも青春のためよね。うん、よし、行くわよ。アスナも入りたかったんだな。うわー、水が綺麗で気持ちいい。でもこうするともっと楽しいよと。冷たい。やったわね。甘い甘い。えい、あ、後ろからなんて卑怯だよ。僕アスナの味方だもん。2対1は卑怯。それじゃあ俺はストレア側につくぞ。それでも負けないもんね。ユウキ、二人をビシャビシャにしちゃいましょう。うん、それじゃあ私も本気でいっちゃうよ。よし、戦闘開始だ。楽しかったね。みんな思いっきりはしゃいでいたよな。一番はしゃいでたのは君じゃない？え、そうか。最後は3対1になったのに、一人になってもずっと戦い続けていたもんね。まあ負けるのは不本意だからな。クエストで協力し合って、湖で遊んで、まさに青春だったね。みんなが一緒だとクエストをやるだけでもいろんな思い出ができるよね。それじゃあまた今度みんなで一緒にクエストをやろうよ。賛成。じゃあ
そろそろ町に戻ろうぜ。アスナ、どうかしたか？なんでもないよ。またやりたいね、こういうこと。やろうぜ、他のみんなも呼んでさ。よう、リズ。あら、キリト、奇遇ね。何しているんだ？私は見ての通り買い物よ。掘り出し物がないかなと思って。掘り出し物か。プレイヤーの露店はたまに大当たりのアイテムが出品されたりするもんな。それにプレイヤーがやってるからこそ活気もあって、見て回ると楽しいのよね。わかるよそれ。あ、じゃあ俺もリズに付き合おうかな。一緒に来る？お互い魅力的なアイテムと運命の巡り合わせがあるといいわね。だな。で、どれどれ。どうしたの？思い詰めた顔しちゃって。あ、リズさん、キリトさん。よう、シリカも買い物か？いえ、ちょっと露店を見学していたんです。見学？物色じゃなくて？実は私もお店をやってみようかななんて思ったりしてまして。へえ、いいじゃないか。何かやりたいことでもあるのか？具体的に何がしたいとかはなくてですね。なのでどんなお店にしようか見学して決めようと思いまして。売りたいものがあるわけでもないのに、なんで店を開きたいだなんて思ったの？それはですね、リズさんが鍛冶屋をやっている姿が、私？はい。なんか照れくさいわね。楽しいのは確かだけど。憧れて挑戦してみるのはいいことだと思うよ。それでやれそうなことは見つかったのか？料理スキルをちょっとずつ上げているので食べ物屋さんはどうかなと。でも実際やるとしたらやっぱり大変ですよね。そりゃいろいろ大変なこともあるけど、悩んでたって始まらないわ。ものは試しよ。まずはやってみたらいいじゃない。え、そんな乱暴な考えでいいのでしょうか？誰でも初めてのことは不安なものだよ。でも挑戦せずにいたらそこで終わっちゃうぜ。そうそう、いいこと言うわね、あんた。挑戦しなかったらそこで終わり。わかりました、私やって。うん、その意気だ。俺たちも協力するからさ。さりげなくシリカの扱いに慣れてるわよね。おい、変なこと言うのよ。食べ物屋なのはいいとして、何を扱うかが問題よね。何か得意な料理ってないの？煮豆なら得意なんですけど。それって料理スキルで作れる料理の中でも初歩の初歩じゃない？そうなんですよね。それをわざわざ買いに来る人なんて少ないだろうし。あとはミックスジュースも考えたんですけど、食材が意外と集まりにくくて。そうね。だったらまずは先
に食材集めから始めてみない？え？何を作るか決めていないのにですか？シリカが無理なく出回れるところに行って、そこで集めた食材から何を作るか絞るのよ。なるほど、さすが現役店主のアドバイスだな。いざ店を持つとなったら安定して商品を出せないといけないし。じゃあ食材探しに行ってみましょう。どこを回るかはシリカに任せるから。はい。でもなんか付き合わせてしまっていいんでしょうか？いいのいいの、店開きを手伝うなんて楽しいじゃない。俺も応援したいし、遠慮なんてしなくていいからさ。ありがとうございます。それじゃあ場所は私が選びますので、お二人の準備が良ければ行きましょう。近場だったのに思ったよりもいろんな食材が集まりましたね。肉系も野菜系もあるし、あとは何を作るかだな。じゃあシリカ、食材を見てパッと思いついたものを作ってみなさいよ。食材を見て思いついたものですか？そうですね、いくつか候補があるのでやってみます。うん、頑張んなさい。お腹空いてるから期待しているわよ。はい、ではやってみます。さて、どんなものが出てくるかしらね。リズこそシリカの扱いに慣れているじゃないか。そりゃあ可愛い妹だものなんてね。いや、本当の姉妹みたいに仲がいいと思うよ。シリカもリズに影響されて店を開きたいなんて言っていたわけだし。そんなこと言われちゃ応援しないわけにはいかないわよね。お待たせしました。あ、来たわね。いろいろと作ってみたので食べてみてください。食べるのは得意分野だから任せてくれ。どれどれ、この串焼きは？これは焼き鳥をイメージしました。へえ、屋台っぽいわね。手軽に買えるし悪くないかも。私もそう思ったんですけど、ちょっと食べてみてください。問題ありっぽいわね。じゃあ1本もらってと。ん、俺も。なるほど、不思議な味だな。本物のイメージと随分違う。タレの味が想像しているものと違うのよね。お醤油の再現が難しくて知っている味にならないんですよ。アスナも SAO の時相当苦労したみたいだしな。想像していた味と違うとなると苦戦しそうよね。やるなら見た目を焼き鳥から離した方がいいと思う。なるほど。こっちのはハンバーグ？はい、これは味は悪くないんですが。うまいな。ほんと、これならリピーターもつきそう。けど今度は手軽さがなくなっちゃうんですよ。なるほど、おやつって感じじゃないわよね。少し値段も張りそうだし、まだ本格的なものにはしない方がいいかも。あとはパンと揚げ物と煮物がありますから試してみてください。なかなか
ピンとこないです。どれも美味しいんだけどな。ちょっと食べてみようって思ってもらえるかどうかなのよね。ファーストフードのような手軽さですよね。さっき食べたパンもハンバーグもうまかったから、2つを合わせてハンバーガーでもいけるとは思うけど。ですがハンバーガーはすでにいろんな人がお店をやっているんです。よっぽど注目されるようなことをしないとお客さんがつくのは難しいか。手軽に食べられて他にはない新しいもの。たこ焼きとかは？実はそれも考えたんですけど、あれって特殊な調理道具が必要なんですよ。そっか、道具も考慮しないといけないのね。ちなみにシリカは何を持ってるの？フライパンにお鍋、焼き網、あ、それから蒸し器もあります。蒸し器なんて持ってたんだ。さっき出された料理には使われてないわよね。はい、たまたまアイテムドロップで手に入れたんですけど、蒸し料理ってあまり作ったことがなくて。蒸し料理か、茶碗蒸しとか。ふか、あ、肉まん。肉まんなんてどうでしょう。肉まん悪くないわね。リアルでもコンビニとかで今持っている素材でも問題なさそう。はい、大丈夫です。手軽さと材料は問題なし。そして蒸し器がないと作れない。今ある材料だけでも何種類か作れると思いますよ。じゃあ私たちは楽しみに待ってる。おいしいのよろしくね。任せてください。うまい、うまい。他の味付けの肉まんも作ったので試してみてください。こっちがホワイトハーブっていう香草を入れてみたもので、こっちはレッドリーフという辛い葉っぱを入れました。どれどれ。うん、ああピリッとして美味しいな。味付けでこんなに美味しいなら私も自分で作ろうかな。ダメですよ。食べたくなったら私のお店に来てください。じゃあ私常連第1号ね。俺は第2号だな。これは責任重大だな、ピナ。はあ、美味しかったわ。ごちそうさま、シリカ。いいえ、お粗末様です。違うでしょ、そこはまたどうぞよ。お店なんだから。俺もごちそうさま。本当に美味しかったよ。二人ともまたいらしてくださいね。ということでシリカの店は肉まん屋に決定だな。あ、リズさん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。ん？何？お店を始める上で重要なことって何だと思いますか？重要なこと？そう、たくさん物を売ることでもなく、
品揃えがすごいってことでもないの。やっぱりお客さんから信頼してもらえるようになるってことかしらね。信頼ですか。さすがリズ、深いな。ちょっと深いとか言わないでよ。率直に思っただけのことだって。わかりました、参考にしてみます。まあ参考なんて言われても、私なんか偉い立場でもなんでもないけどさ。いえ、リズさんは大先輩ですから。大先輩か、言われて悪い気はしないわね。俺やリズもできることがあれば協力するから、いつでも声をかけてくれよな。はい、ありがとうございます。よし、絶対いいお店にしてみせますよ。
よっなあ、話さないか？なあ。